受験生当時、文系のことずるいって思ってました？おいや、思ってないです。今は思いますやっぱり武田塾チャンネル。いや、みんなも学年が変わってね。そうですね、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね、悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね、受験生の悩みとかね、答えるこの番組は受験相談 SOS。 西村先生、はい、今回の質問なんですけど、はい、理系の人にとって数学や物理って社会や国語と比べると簡単に感じるもんなんですか？そうですね、悩ましいですが簡単に感じちゃうかもしれないです。なるほど、はい、これは単純に好き嫌いとかで、それともなんか暗記がやっぱりあんま好きじゃないみたいな感じになるから？そうですね、もうどっちも当てはまるんですが、私はもう社会も国語も暗記が嫌いだったので、もうできるとか言ってる人はちょっとすげえなって思ってます。なるほどまあ、その文系の人からすれば数学や物理できる方がすげえなってちょうど思うと思うんですけどそうですね、でも実際両方やって同じ時間だったらどう思います？数学や物理国語社会の方が伸びるかなって気がします。実際指導の立場に立つとめちゃくちゃ思いますなんかその当時はあんま思わなかったかもしれないですけど、やっぱその今だと、例えば生徒がこうできるだけいい大学行きたいみたいな話になった時にこう文系と理系どっちがいいですかって言ったら、文系住みたくなります？いや、めっちゃ住みたいです全力で住みたいです。そうですよね、やっぱ単純な科目の難易度っていうと数学や物理大変ですよね。そうですね、やっぱり苦手な子からすると多分相当大変だと思います。あと学部が多いなって思います。あ、そっか、そこも羨ましいって感じなのか、羨ましい、選択肢いっぱいあって、実際大学のこう講義あるじゃないですか、はい、あれも割とその理系って選択肢はあんま多くないものなんですか？そうですね、本当に多分必修でもあんまり文系の科目とか幅広くは触らないので、いいなって思います。なるほど、文系なんてもう何とってもいい感じですもんね割と。自分も結構あの必修が変わるだけで、あの要は取らなきゃいけないものが変わるだけでどれでも取れるんですよね割と。文系のことずるいって思ってました？いや、思ってないです。今は思いますやっぱり当時はやっぱその単純社会ここ苦手だったから、だけど今考えたらこれどう考えても文系の方が楽だっただろうみたいな。いや、思いますよ、あでも確かにそれはあるかもしれないですね、なんかこう社会や国語と比べてなんか数学や物理できると尊敬されるイメージがありますわ。あ、そうですね、なんか神化されるイメージがあります。特にでもやっぱりその文系科目と比べて理系科目って女の人得意な人少ないじゃないですか。そうですね。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。